メッセージが届いてた。これで全員勢ぞろいですね。ああ、ようやくって。新しく仲間になった人たち。じゃあクラインからだな。おうよ、俺はサラマンダーのクライン。キリトとはこう見えても一番古いダチだぜ。僕はユウキ、インプです。剣の腕にはかなり自信があるんだ。みんな仲良くしてね。私はトレジャーハンターのフィリア。宝探しが得意なスプリガンだよ。よろしくね。レインです。種族は火事妖精レプラコーンだけど、どちらかというとバトルの方が得意です。じゃあ次はこちらだな。タクム君からお願いしようか。はい、僕の名前はタクム、もしくはシアンパイルと呼んでください。攻防どちらも担えると思います。私はチユリかライムベルって呼んでね。ハルとタックンとは幼なじみなんだ。私の力はちょっと特殊だからきっと役に立てると思うよ。私はアキラ、もしくはアクアカレントって呼んでほしいの。大丈夫、みんなの記憶はなくさないの。俺様のプロフィールだ。そりゃ俺様はハードでスピーディー&パワフルなバーストリンカー。緑のレギオン、グレートウォールの爆走アバターといえばアッシュローラ様だぜ。ん？あれ？そういや、アッシュのもう一つの姿、ダミーアバターとかいうのまだ見てねえな。アッシュのノリノリでパワフルな人間バージョンの姿、俺たちにも見せてくれよ。マイブラザー、わけわかんねえぜ。これが俺様のリアルなビジュアルだぜ。そうじゃなくてよ。どうしましょう、師匠。そうね、黙っておきましょうとは言ったけど、ここで伝えておいた方がいいかもね。カラス野郎に師匠、What？ 何ボソボソ言ってるんだ。アッシュ、ウィンドウを開いて指示通りにボタンを押してみなさい。おれい。ほら、そこのそのボタンよ。え、これか。ほい。おお、どういうことだ。アッシュが消えて美少女が出てきたぞ。あんた、あれだろ、春雪たちの新しい仲間ってやつだろ。私めはクラインと申します。ぜひあなたをお守りさせていただきたく。クラインさん、違うよ。アッシュさんのダミーアバターがその姿なんだよ。え？そんな、まさか。あのアッシュがこんな美少女ちゃんに。私リンって言います。アッシュローラのダミーアバターの姿です。なんですと。いや、俺は信じねえぞ。あのファンキーパンクなアッシュがこんないじらしい女の子だなんて。クラインさん、本当なんですよ。マジかよ。それはいわゆる一つのネカマの逆パターンってやつなのか。俺、現実を受け入れられなくなってきたぜ。美少女ちゃんとお知り合いになれたのは嬉しいが、この子が あのアッシュを演じてたかと思うと。わあ！クラインさんが泡吹いて倒れた。俺もさすがに驚いたぜ。アッシュが女の子で、美少女ちゃんが骸骨野郎で、ゲシュタルト崩壊起こしてますね。僕、クラインさんを連れて行きます。別の部屋で寝かせておきますね。
ありがとう、タクムくん。ごめんなさい。私、デュエルアバターの姿が自分なのか、正直まだよくわからないんです。どういうことだ。私、兄のニューロリンカーを使ってブレインバーストを遊んでいます。そのせいか、アッシュローラとして現れる性格は兄のものなんです。私自身、アッシュとしている間の記憶はおぼろげにしかありません。リンの兄は今事故で意識不明の状態なんです。彼の人格がこうしてうつろによみがえるのは、兄弟のもたらす絆の証なのかもしれませんね。師匠、それにしてもこんなボタンがあったんですね。全然気づきませんでした。ちなみに、メタトロン、突然どうしたの？その刻印は長く押し付けることにより新たな効果をもたらすはずです。ボタン長押しってこと？はい。ただし、我がしもべに限り、それをしても意味はありません。他の者たちは皆、真の姿を見せることになります。春雪くん以外は真の姿を？なんだそれは。押してみるのです。一応、わからない仕様とかあったら全部試しておいた方がいいもんね。私は何か嫌な予感がするの。アキラ、物は試しなの。これでバーストポイント全損するとかはさすがにないと思う。そこの影と土の妖精二人には外を向かせておきなさい。キリト君とエギルさんを？よし、じゃあよ、せーのでやってみようぜ。ポチッとな。キャー！なんだよこれは！これがしもべたちの真の姿。どうやらデュエルアバターの外装はこの世界だと装備の扱いになってるみたいね。ボタン長押しはさらに装備を引っぺがす、そういうことなのかしら。フーコは冷静に解説しなくていい。一度、早くもう一度ボタンを押すんだ。なんか背後からすごい声が聞こえたんだが、大丈夫か？もうそっち向いてもいいか？すみませんでした。私がボタンの話をしなければよかったんです。こんな私ですけど、よろしくお願いします。よろしくね、リンさん。でもさ、クラインさんが起きたらどう説明する？まあ、本人も信じられないって言ってたくらいだし、夢でも見たことにさせておこうぜ。クラインが見たリンの姿は幻だったってことで。結局そうなるのね。まあそれも楽しそうだわ。いいのかな、これで。クライン、ちょっとこれを見てくれないか？おお、キリノジ、どうしたんだ、神妙な顔してよ。どれどれ。ん？これはどっかのダンジョンの画像か？ここに描かれてるのは、人？いや、妖精のレリーフか？そうだ。だがこの妖精、何か気にならないか？妖精にしちゃ妙にちっこいな。まあ、小妖精。ピクシーみたいだろ。小妖精っていや、ユイちゃんのことだろ。この LO においてはプライベートピクシーのことを指す言葉だと思う。だよな。俺らの仲間内でもピクシーを持ってるのはお前だけだし、ピクシー持ちのプレイヤーに参加権があるクエストとかかもしれねえぜ。
俺もそれを考えていたんだ。今回の件もあるし、調べてみて損はないかもしれないだな。よし、そうなりゃ行動あるのみだ。パーティー組んで行ってみようぜ。ああ、この画像の場所がどこなのかもう調べてあるんだ。付き合ってくれるか。もちの論よ。ここか。なあ、あそこを見てみろ。例のレリーフがある。おお、お、本当だ。やっぱ実物見てもゆいちゃんに似てるな。そうだな。あ、どうかしたのか。よくよく考えてみると、小妖精ってどういう存在なのかなって思ってさ。ん？小妖精、ピクシー、 LO のナビキャラだろ。そうなんだけどさ、割り当てられるプレイヤーはごくわずかだろ。それに LO はもともと妖精の世界だ。妖精の種族が9種類って決まってるのに、さらに小妖精って言われるとなんかピンとこないような。いや、確かに9種類じゃなくて10種類じゃねえかって突っ込みたくなるな。だよな。でもよ、ダンジョンの入り口近くに小妖精のレリーフがあるくらいだし、もしかしたらこのクエストに存在の秘密が隠されてるのかもしれねえぜ。なあ、そうだといいな。キリトよ、自信持てよ。ユイちゃんが10種類目の妖精だろうとなんだろうと、おめえの大事なマナ娘には変わりねえだろ。あんま心配すんなって。クライン、ああ、ありがとう。よっしゃ、これが俺様の力よ。技に磨きがかかったな。聞こえたな。ああ、女の声だったぜ。助けて。助けを呼んでるぞ。こりゃいかねえと。待てよクライン、これはどう考えても罠だろ。なんでそう言い切れるんだよ。考えてもみろよ、ここに来るまで俺たち以外にプレイヤーの姿はなかった。なのに突然奥の方から男2人のパーティーが女の声で助けを呼ばれるなんて不自然極まりないだろう。そうかもしんねえけど、俺らよりずっと前から来てた人かもしんねえじゃんかよ。クライ、このダンジョンの画像なんだが、実は出所が全くの不明なんだ。何？突然俺にメッセージが送られてきて、差出人も不明だ。似たような体験をしたプレイヤーがいるか情報を探してみたが見つからなかった。この場所を知る奴はほとんどいないはずってことか。ああ、助けてください。 でもよ、こうして叫んでるじゃねえか。放っておけるわけねえだろ。あの悲痛な叫びを無視できるほど俺は冷静な性分じゃねえんだ。わかってるよ、行くなとは言ってない。
ただあんまり軽はずみな行動は。わってるわってる。さっさと行こうぜ。見ず知らずの美しいお嬢さん、今あなたをお守りする戦士が参りますぞ。絶対分かってないな。よっ、ふっ、やっ。聞こえてくるの。ああ、俺たちの助けを待ってるんだ。いい調子だぜ。こいつだな。これで消えてやる。いい調子だぜ。そりゃ勇猛なる戦士のお二人、どうか私をお助けください。もう少しお待ちください。必ずお助けしますぞ。クライン、ここに来た目的覚えてるよな。おうよ。謎のダンジョンに囚われし霊杖の救出だったよな。小妖精の謎を探りに来たんだが。これで決めてやる。こいつだな。非妖精と影妖精の戦士のお二人、こちらです。おう、今参りますぞ。俺たちのアバタータイプを認識してるな。ますます怪しい。せいやボスか。やいやいてめえ、助けを呼ぶ美女をどこに隠した。美女ってまだ会ってないだろ。君の字、さっさとぶっ倒してやろうぜ。あいつを倒せばお嬢さんを救い出せるはずだ。はいはい。おりゃー、クライン気合入ってるな。動機が不純だが。しまった、これでも辛いな。せいや、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 もう一丁、これでも辛いな。せいや、コネクト、これで効いてる。よっ、そりゃ、おりゃ、これでいけそうか。やってやるぜ。そりゃやってやるぜ。えいぜ、これでも辛いな。なんだと。そりゃよっ、スイッチ頼むぜ。了解よっ、これで決めてやる。続けるぞ。まだまだやっぱあっと。美人のお嬢さんをダバい隠しやった。今の声は最初に壊れてるとおいしい愚かな男だ。クライン、さっきの女の声はそいつが発したものだ。声色を変えてプレイヤーたちを誘い出してたんだ。何を。じゃあ、俺の助けを待つお嬢さんは。そんなの最初からいないんだよ。やってやるぜ。もう一丁。まだまだ。いや、これでも暗いな。せいや。よっ。
もう大丈夫だ。これだな。回復するぜ。なんとか倒したな。はあ。クライン。まあそう気を落とすな。こういうトラップはよくあることじゃないか。霧の字、そうだな。なんだかすまねえな。え、何がだ。だってよ、こいつは小妖精の謎に迫るクエストかもしれないってことでわざわざ来たのによ。俺一人で浮かれて突っ走っちまって。おめえは罠だろって何度も注意してくれたのによ。いや、そうでもないさ。ほら、見てみろよ、この報酬。ん？こいつは装備品か？ああ、このデザイン。何か関連ありそうだろ。そうだな。これをゲットできただけでも来た甲斐はあったぜ。ありがとうな、クライン。キリト。お前が鼻の下を伸ばして、あの声に誘われてくれたおかげだよ。おいおい、なんだよその言い方はよ。まあ、結果オーライってことだ。そっか、ならまあいっか。よし、さっさと帰ろう。